ジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン国際空港はアメリカ合衆国のマサチューセッツ州ボストンにある国際空港。IATA 空港コードは BOS。もともとはボストン空港と呼ばれていた、老外空港は1923年9月8日に開港し、主にマサチューセッツ州空軍とザ・アミエア・コープが使用していた。 最初の定期商業旅客便は1927年にボストンとニューヨーク市との間でコロニアル航空運送によって始められた。国内主要都市やカナダのほか南アメリカやヨーロッパ、アジアとの国際線が多く就航している。名称はボストン出身の軍人エドワード・ローレンス・ローガン陸軍少将にちなんだものである。ローガン国際空港は シャトルバスによってすべてとつながっている5つのターミナルがある。動く歩道によって中心的な駐車場へターミナルとつながっている。ターミナル E だけ国際専用に税関と入管がある。マサチューセッツ湾交通局のシルバーライン SL1 系統が各ターミナルとボストン南駅を結んでいる。使用されているのは来年電気駆動の連接型バスである。 市内行きの運賃は無料で地下鉄、レッドライン、コミューター各線の沿線にはこちらが便利である。さらに、レッドラインを介してグリーンライン、ブルーライン、オレンジラインの地下鉄各路線にも無料で乗り換えることができる。市内からの料金は有料で地下鉄からの乗り換えの場合は地下鉄料金に含まれる。チャーリーカードを用いた方が 1>, 1回2.4ドルと安くなるので空港に着いた時に案内所でもらっておくと良い。バス乗り場や駅ではもらえないことがある。カードは無料である。現金払いは2.9ドルとなる。ブルーラインのエアポートステーションと各ターミナル間にシャトルバスが出ている。ターミナルにより22、33、55系統を利用する。 この場合、バス自体は無料であるが、地下鉄に乗るときは有料である。この場合も、チャーリーカードをもらっておき、駅でチャージするとよい。ありがとうございます。